大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。雇用統計の方がね、出ましたねということで、ものすごいね、強い雇用統計の方が出ました。それにより株価は下落、債券下落ということになっております。この番組は SOXL、SOXS、インバースまで使い、暴落局面を乗り越えていこうという番組になっております。短期売買です。差し値の方も公開しております。3ターン目、そろそろね、本当に終焉が見えてきたというね、ところなんですけれど、これを言い始めてすでにね、1週間が経ってしまったと。まあ、来週、再来週あたりで決着をつけていきたいと思います。さあ、それではね、まずは金曜日の SOXL の振り返り、そして月曜日以降の SOXL、SOXS の、ね、戦略の方を立てていきたいと思います。スタートです。まずこの番組は長期投資資産形成ではありません。長期投資ではね、レバナスをガチホさえしていれば勝てます。ですけれど、この番組は短期取引でお小遣いを増やしていくチャレンジ企画です。損切りもありますのでご容赦ください。まずは米国債利回り10年もの 2.83 大幅上昇、2年もの 3.24 大幅上昇ということになっておりますので、金曜日のねマーケットとしてはかなり国債の方が売られたと、それによって利回りの方が上昇したというね状態ですよね。そして雇用統計の方がね出てきたんですけれど、やけどしそうな雇用統計、9月 FOMC の75ベーシスポイント利上げに追い風ということで、非農業部門雇用者数は前月比52万8000人増ということで、予想ね、2倍ぐらい上回ったんじゃないかなということで、失業率の方も 3.5 に低下しました。約50年ぶりの低水準、賃金の伸びは加速したということでね、いいことづくめの雇用統計が出てきたんですけれど、じゃあなんで株式の方が昨日は売られたのかと、下がっていったのかということに、ね、なるんですけれども、まあ一つのね目安としてはすごくね強いアメリカの経済力っていうのを示せたわけですよね。まだまだリセッションなんか入ってないぜというねことが、まあ、示せたわけですよね。それに伴って、ああ、リセッションまだ来ていないと、アメリカの経済めちゃめちゃ強いんやったら、利上げまだできるよねと、9月75ベーシスポイントにして、さらにインフレの方を退治してやろうというふうに FOMC が考えるんじゃないかということで、いやー、9月は50ベーシスポイント、もしくは25ベーシスポイント、もしくはないっていうことをね、期待していた市場関係者の人たちが、あららということでね、売りに入ったんじゃないかと。金曜日のマーケットは債券売られ、株式売られということでね、まあ矛盾が生じていると。原油価格の方がね、すごく落ち着いてるんですよね。88.34 ということで、このね、90ドルを切ったあたりでね、推移していただいてる。いや、もしくはもっとね、下落していただくと、経済にはね、追い風になってくるんじゃないかということで、TDC ケンシャルは5営業日下落トレンドを示しております。恐怖指数の方もね、27.11 と、まあ大幅にね、和らいできておりますので、かなりマーケットとしては安心感が出ているんですけれども、まあ株価はね、昨日は下落したと。こちらがね、SOXL、日足のね、チャートの方になっております。終値 21.56 と、前日比マイナス 2.31% ですけれども、陽線で終わっております。TDC ケンシャル的にはね、7営業日上昇トレンド継続ということになってますんで、まあ今週もね、力強い1週間だったということですね。若干平均の出来高が当たらないぐらいが物足らないぐらいと。週足の方でね、見ましても、しっかりと7月からの上昇トレンドをね、継続しているということで、まあ、日足で見るのとね、週足で見るのと、全然見える風景が変わってくるな、というふうに、ね、なっておりますので、このままね、はい、どこまで戻していくのかと。ただ、まあ、12月とか1月あたりにつけていた高値圏内、ここから比べますと、まだまだね、はい、ちょこっと上昇しただけということになりますんで、まあ、大きなね、はい、波としてはまだ下落トレンドを形成しているということですね。
そうしまして、日足の方のチャートに戻しまして、価格帯別出来高見ますとね、やっぱり25あたりに大きな塊があるんですよね、ポジションの。このあたりを抜けてこないとね、まあなかなかね、本格的な上昇というのも始まらないのかなということがありますので、来週はまあこの25、もしくは3月につけた高値、ここをね、上昇していくことがねできるのかどうかっていうのが、まあ、来週の課題になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ここからはね今までのデータねやり取りの方がずらーっとありまして、そしてインバースの方 SOXS の方のねチャートも見ます。こちらは8営業日連続下落中ということになっております。 35.65 フィニッシュ、前日比プラス 2.5% ということなんですけれど、陰線の方をつけております。まあ8営業日ね下落ということなんで、だいたい長くてもね13営業日あたりで上昇トレンドにね一旦は変わるということで、もちろんそれがね本格的な上昇なのか、それとも短期の深めの調整なんでそれに対しての反発なのかというところがねまあありますけれども、まあ一旦はね上昇トレンドに移ると思います。そのあたりがね楽しみです。 SOXL こちらの方ね金曜日のチャートということになっております。終値、ね、21.56 と高値が 22.12 ということに、ね、なっておりますから、まあ昨日はね、マーケットが開いた直後上がっていったんですけれども、まあその後下落、そして少し盛り返して終わったという感触でしょうか。月曜日のね、マーケットなんですけれども、まあ上は 25.0096 から下は 18.1104 で推移していくと思います。そしてこのね、流れを引き継いでいくのかということで、月曜日、実はね、指数の発表っていうのが月曜日、火曜日でこの2日間ね、ないんですよね。ですからまあ他の何らかの情報というのが出てきて上げ下げはするとは思うんですけれど、まずは月曜日のマーケットが開いた時っていうのはこの金曜日のマーケットをこちらの方が引きずられていくんじゃないかなということで、まずは下げ目線から始まっていくんじゃないかなと思います。 SOXS の方はねこちら 35.65 フィニッシュと、高値の方も 37.2 ということになってきましたので、ちょっとね半月ののろしが上がるのかどうか微妙なところと、月曜日のマーケットは 41.354 から 29.946、このね中のレンジで動いていくと思いますので、今ねしっかりと玉を仕込んでおきたい方っていうのはねそろそろ SOXS のね仕込み頃も今回のね下落では終わってしまうのかなというところがありますからね、月曜日火曜日要注目と。今週はね、私の方は実現損益 69,416 円あったものが 46,994 円に改善しまして、もう一息で実現損益もプラスに持っていけると。さあ来週のね戦略なんですけれども、まあいつまで続くこの上昇と、上昇が続く限り利確の方はしていきたいと思います。 SOXL ねあと47株ありますので、まあこれをねガツッと売りぶつけてしまってで SOXS の、ね、資金にしていきたいなというふうに、ね、思ってるわけなんですね。 SOXS ねインバースの方が今平均取得 52.63 と高い状態なので、金曜日のマーケットの終わった終値で計算しますと 35.65 なんですよね。ここからね 16% 上昇していただきますと 41.354 という価格帯までね一気に上昇するということになってますんで、できたらこのね 16% 上昇した時に、まあ別にこれ1日じゃなくてもね、2日でも3日でもかけて、まあ例えば1週間かけて 16% 上昇した時に、まあ、41.354 という価格帯になるんで、できたらここまで下げたいですよねということで、そして今の現状ですと47株売らなくてもドルの方が369ドルありますので、まあ、とりあえず10株は買えるよねということで、10株を金曜日の終値ベースで購入しますと平均取得単価がね 50.2 まで下げることができると。いやまだ 50.2 ってちょっと辛いよねと、じゃあ SOXL もう少し売って資金を作って、20株購入するとどうなるのか。20株購入するとね 48.39 まで下げることができるけれど、 16% 上昇で41ということなのでもう少し下げたいなと。じゃあ30株購入すればどうなるんだということで見ますと 46.97 と、私の手持ちの資金ではまあこのあたりが限界値になってくるのかなということで、まあ、46.97 あたりまでしっかりと下げておいて、そして来週 SOXS がねトレンド転換した時
ときに、まあ、どこまでこの数値に、ね、追いついてくれるのか。まあ、来週のね、月曜日、火曜日、水曜日、どのあたりで一旦短期の上昇トレンドにインバースの方がね、移ってくれるのかというところがまあ問題なんですけれど、まあそこから1週間ぐらいですよね、上昇トレードが継続するということで考えていけば、まあどこまでね、インバース改善することができるのかと。で、まあそろそろね、ちょっとインバースの方も長く持ちすぎてるということがありますので、まあ来週トレンド転換して、そしてどこまで上昇するかによって、まあうまくねプラテンしてくれればいいんですけれど、プラテンしなくても一旦ねポジションの方は整理しようかなというふうには考えてます。まあもちろんね、その来週の相場が始まって、相場間でまあどう考えてもイケイケどんどん下落の方になったよねという状態になればね、もう少し保有するかもわかりませんけれど、今のね気持ちとしてはまあ一旦8月の上旬でケリをつけるというね当初の目論見通り損切りになったとしてもね、ポジションの方は整理していこうかなというふうに考えております。さあこのね第3ターン目もねとうとう終盤をね迎えてくるということになりましたので、来週決戦の時が来るのか再来週に持ち越しになるのかすごく楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。